レミ、私はずっとそなたを探していたのだぞ。私はもうそのような言葉をかけていただく女ではないのです。このような傷がある醜い女はあなたにふさわしくありません。そのようなことはない。いいえ、王子様にはもっとふさわしい美しい女性がいるはずです。私のことはもう忘れください。レミ、何を言うのだ。申し上げてもよろしいでしょうか。どうして2時間も王子様のことを見ていたの。それは王子様のことを今も愛しているからじゃないかしら。だから姿を消した後も遠くから王子様のことを見つめていたんでしょう。気づかれないように誰からも相手にされない醜い姿となってまで。レミ、そなたは今も誰よりも美しい。王子様。赤ずきんさん、ありがとうございました。こちらこそですわ。王子様、レミさん、王様に認めていただけてよかったですね。あなたのおかげです。本当に大切なものに気づくことができました。ありがとう。お幸せに。では失礼いたしますわ。こうしてシンデレラと赤ずきんの物語は終わりを迎えました。赤ずきん先生！しかしこれは数ある物語の中のたった一つに過ぎません。そう、この物語は赤ずきんの人生をかけた愛と魔法の物語なのです。いった、またトゲか。まあ美しいものにトゲがあるのも悪くないか。タイムマシンに乗ってチクタクチクタク、君といた記憶。シンデレラ。すごい、お姫様みたい。あんな素敵な王子様と結婚できるならそれ以上何も望まないわ。踊っていただけますか。